はーい、ということで、こんばんは。違う違う、なんかわかんないけど、カメラがさ、カメラが落ちてたんだよ。みんなどうだった？最高だった？本当よかった。可愛かったんじゃないかな。なんで他人事なの？お前らに見てほしくて頑張ったの。あんた他人事なんだよ。お前ら配信の後、僕はまあもう帰れないから、時間的に帰れないからホテルに泊まったんだけど、本当はね、美味しいご飯とか食べたかったよ、頑張ったから、ご褒美としてね。でももうやってないしさ、お店とかも、もうしょうがないからさ、ファミマでさ、うどん買って、タケノコの里買って、お茶とジュース買って帰ったもんでさ、なんかもう疲れちゃって、なんか1時間ぐらいなんか倒れてたの、倒れてたっていうか、なんか寝てたのよ、ふーんってふーんって。ご飯食べなきゃ、お腹すいたと思ってさ、レジ袋見たらさ、うどんじゃなくてそば買ってるしさ、タケノコじゃなく、タケノコの里じゃなくてさ、あのキノコの、キノコの山が入ってたレジ袋に。何にも買えない欲しいもの。複雑な気持ちで食べたけどね、うん、美味しかったけど、もうバグり散らかしてた頭が、うん、見ようよ、何のために曜日したんだよ。僕可愛くなりました、髪のお手入れ頑張りました、サラサラです。この時バカ緊張してた。みんなに可愛いところを見せるっていうのが目標で、あ、自分が喋ってるところで、自分が喋ったらどっちが喋ってるか分かんなくなる。あ、脳がバグっちゃう。これな、フレンが手術をこれこれね、フレンが言ってること世界一意味わからんのよな。なんか内臓が凍ってるから大きい声を出すと破裂するとか言って、わけのわからんこと。バカよくない、この写真。もういつ見ても笑っちゃう。これメスの持ち方がイカれてんのよ。ガキがフォーク持つみたいな持ち方してやがる、こいつ。メスをつまめよ。絶対使命権持ってないだろ。なんでお前手術しようと思ったんだよ。みんなも気をつけて。交通事故に遭った時、目覚めたらフレンに手術されるかもしれない。これは膝枕されています。これは膝枕されています。いいだろうお前ら、夜見れなに膝枕される人生。ちょっと待ってください。ここはちょっとさ、ここちょっともう一回考え直さ、みんな。うん、ここもう一回みんな考え直そう。ダンスの総評。うん。まだね、僕がダサいっていうのは100歩譲って許すよ。夜見も別に、大して変わらんやろ、ダサさは。おー。いや、不正はなかった。本当に？いや、僅差ならまだ、僅差で負けたならさ、納得いくけど、60対30とこだった気がする。許せない、ほんとに。ドスコイって言うな。可愛らしい踊りをドスコイって言うな。自負にもなってはいけない。登場の仕方。登場。肘が。なんで肘前に出してるのか。世界一わかんない。うん。これ世界一わかんない。カメラ目線。あー、ちゃーか先輩はね、僕結構声でかい方だと思うんだけど、ね、バカ声でかい。圧倒されちゃう。腹から声出すぎないよ、あの人。これ結構リテイクやってるから。ちゃーか先輩、ボロボロな。入ってくるタイミングが早すぎたりして。まあ、こんな感じでね、いっぱいコントを手伝ってくれました。